さあ始まりましたデュエプレ魂。この番組はですね、デュエプレを深く愛する者が集まり、熱い魂を持ってデュエプレに関する企画を行う番組です。企画進行は俺フラットと宝富の久保です。よろしくお願いします。そして、一緒に番組を盛り上げてくれる笹坊とフェアリーですね。はい、よろしくお願いします。お願いします。はい、さらにですね、前回の配信から引き続き、ゲストでソース焼きそばさんに来てもらってます。はい、よろしくお願いします。よろしくお願いします。焼きそばさん、はい、よろしくお願いします。急に来ました僕は。今回ですね、ちょっとデープレ公式の方から指令をいただいております。指令、はい、はい、指令を持ってきました。それが、こちら、くじで引いたカードを軸にデッキ構築し2連勝せよと。おー、お祭り。何ということで、ルール説明なんですけども、本日ちょっと用意したこちらのボックスに第26弾天馬明堂のスーパーレアとベリーレアのカードの名前が書かれた紙がいろいろ入っております。その中から1枚引いて、その子に書いてあるカードを軸にしたデッキを皆さんに作り上げていただいて、そのままランクマッチに挑戦、2連勝するまで終われませんという企画です、よっ、研究員。なるほどなるほど。それはやべえよ。やばくないです。やばくないです。いけるか。そうっす、やっぱり診断のね、強力なカードがたくさんありますので、大丈夫かな。はい、まあ1個だけ懸念点があるとすれば、まあ一応2人で考えたんですけど、まあレッドゾーン Z とか引いてね、レッドゾーン作って勝ちました、誰が見たいねんって話なんですよ。なんで比較的ちょっと癖の強いカードというか、あんまりランクマッチで見ないようなカードを軸に入ってますので、頑張りましょう。なるほどね。頑張りましょう。我々の力が試されるってことですね。確かに確かに、まあ、でも大丈夫や、今日焼きそば屋さんプロでしょ。いるからね。プロプロお願いしますよ。プレイングも両方試されるんですが、まあ、どれもデッキの主軸にできるカードかなと思いますね。なるほど。だから逆に言えば主軸にしてくださいねってことでしょ。そうです。だもう他のデッキに4枚だけ入れるとか、そういうのなしで。いや、そんなことしないですよ。もうそれが切り札で活躍するデッキをぜひ組んでほしいなと思って。じゃあやってろで、普通にさ、もう2連勝とかじゃなくてさ、作りますよ。いやもういやー作る、それは作りましょうか。じゃあ作ったらもう、誰が引くって話なんだけど、もちろんこれは俺が引くわ、当然よ。期待はそうです。じゃあお願いします。頼むよマジで。結構かかってる。本当にこれでいいだよ。いい、これだ。何、いきます。なんだ、お願いします。発表します。ちっちゃく見ないから、はい、裏革命ジョギョラスよ。ジョギョラスよ。ジョギョラス、ジョギョラスかよ。攻め、俺知らない。みんな分かってるよ、多分。結構もう分かってますよ。いや、分かってます。なかなかいいカードですね。うわ、まあ、とりあえず効果をちょっとね、一回行こうか、見てみましょうか。まず、進化、コマンドまたは自然のクリーチャーなんですが、侵略持ってます。はい、はい、こいつコスト6以上の革命軍なんよ。ちょっと難しいか。無理やね。普通に進化もできるんでしょ。別にできる、できる、できる。でトリプルブレイカーで出た時に相手のクリーチャーにマナを送ります。はい、でその後自分のマナゾーンから送ったクリーチャーのコスト以下の進化ではないクリーチャーを1体バトルゾーンに出します。デスゲートのマナバーの効果がついてるから。そうだね、本当にそれ。バカみたいに強くない？バカみたいに強いです。バカみたいに強くない？今現段階ランクマッチとかでそんな滅法流行ってはいない。まあ、見たことない。俺は見たことない。俺も結構やってるけど一回も出されたことないよ。嘘でしょ。本当に。なんでこれが出ないかっていうと、まあ多分理由が2つあって、まず1個目はこの侵略条件が終わってるっていう。ああ、まあ難しい。まあしんどいしんどい。うん、まああと相手依存なんだよね、効果が。相手の場にね、クリーチャー何もいなかったらあんま使えないからね。そうだし、まあいたとしてもちっちゃいやつしかいなかったら、まあこっちが出せるやつもまあ結構しょうもないということで。でもめっちゃコントロールにも使えるし、その場その場での判断力が試されるカードなんで、間違いなく弱になります、ジョグラス。一回あれしますか、6以上の革命軍見ますか。あ、確かに確かに。はい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 。ちょっと流していくね。全体的になんか進化クリーチャーが多いっすね。まあでもあれメガマグマおるんやね。そう、メガマグマから一応侵略できますよ。ああ、なるほどなるほど。まあマグマいいんじゃないし、なんかマグマで小型焼いて、アタック時にギョグラスで、そうそうそう、でかいのやけど、マグマで処理できないやつもマナ送り、すごい。めっちゃ噛み合ってないそれ。確かにこれはちょっと噛み合ってる、てかどうやって書く。ギョグラスってどっちかって言ったらさ、サポート的カードだからさ、出して1枚で終わりとかじゃではないじゃん。配信でギョグラス引いた時に、ちょっとどうしてもなんとかして使えんかなと思って、思いついたやつがあるんだけど、あるんだ一応。ギミックだけ考えたら、はい、聞きますよ。そこのメガマグマの1個左にすごいガードあるんよ。はいはいはい、デス・ザ・ロストって言うんだけど、はい、あーね、こいつバトルゾーンにいた時、相手は自主で全部捨てる、まあロストソウルコストって言うんだけど、革命ゼロのところにすげえ文章書いてあって、ちょっといい、攻撃時シールド一つもなければ相手のシールドを全てブレイクしてもいいって書いてあるんだよ。あー、なるほどね。これ何するかっつうと、デスタロス、あ、そう、逆転のオールラ打つ、で3まで入れてデスタロス出す、でアタックするときにギョギュラスに侵略するんだよね、でしたらギョギュラスの効果で相手の3以上のクリーチャー送れば短期出せるんよ。
あー、なるほど。すげえ。ほう角勝ちみたいな。で、短期マグナム出しながら全ブレイク入るから、うん、ワンチャンあるんじゃないっていう。確かに、ホーリーとかデサンズとか全部ケアしながら、うん、そうそうそう、一気にクロックとかもケアできるのか。そう。え、こいつは普通に何どうやってね、普通に進化とかしなくていいの、勝てないやつは。今の闇のやつは。いや、こいつは進化だね。こいつまず進化で出して、闇のクリーチャー。そう。でこいつ革命軍だから、ギョギラスに侵略できますよっていう話だから、ね、デスダロストの効果とギョギラスの効果をいっぺんに使うって話ですね。おえでいいね、黒緑立って赤でいいんじゃない。おー、いいね。よくない、なんか見えてきました。結構、こう作って難しいの面白いけど、とりあえず全部作っといたよ。ちなみにね、あの、この今の収録の後に生配信をやる予定で、いつものパック開封ですもん、ダブリの SR 以上が出たら、うん、罰ゲームみたいにやってる。あー、あるね。ここで作ったカード全部ダブリ扱いに。え、おい、メガマグマ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 、ギョギラス、デスダロスト結構ありますよ。じゃあほどほどに、ほどほどに先に言ってよ。もうちょっと早く行きましょう。罠やコッコノッコ熱くね。コッコノッコ、デスダロストってマナカーブ的に綺麗に繋がります。めちゃくちゃ強い。これが、コマンドドラゴン3軽減入るから。あーね、ポンポンか。ポンポンよ。先にコッコノッコ、デスダロストで相手の手札全部借り取ってから、はいはいはい、次のターンにオールドとかもいけますよ、ね、確かに。あ、デスダロスト8か。え、いいよそれで、うん、ライフ2枚入れない。ライフ2枚入れる。2枚ライフ入れない。ゴテルにパスきつくない。ちょっと、いや、なんならまあライフは4じゃね。これ24のコッコドッコとさ、ベイダーあるからさ、だからデサンズ絶対入れたいじゃん。メガマグマいらない気がする。メガマグマ、ちょっと待って、じゃあトモンカード増えただけやん。え、マジで。だから作っちゃうから。あ、そうか。え、じゃあ1枚は入れよう。だって1枚が、うん、1枚練り込むのが、だから1回1まで減らすか。1回1まで減らすか。ここにあれか、デサンズか。デサンズ、デサンズ、デサンズとりあえず4枚。デサンズは絶対いるよ、うん、デサンズないと始まんないもんね、多分。さすがに。え、とか普通めっちゃ強そうじゃない、このデッキ。まあまあ、メガブレッドドラゴンとか入れないとメガマグマは一緒出ないね。2枚ぐらい入れていいんじゃないですかね。そうだね。トリガーでギュギュラス乗ったら、それはすごいですよ。え、あ、まあなんか、色もいいぞ。戦えそう。普通に。え、色まだ王道っぽいじゃん。めっちゃだって、自然19あって、ね、闇も18あって。うんうん、え、ケンケン、これティアワンできたぞ。え、できた。はい、ということで、まあ、デッキの方作れましたので、ただいまよりランクマッチの方を潜っていくんですが、うん、で、誰がこれやるんですか。やっぱり、わざわざゲストで来てくださってる。俺がやるんですか。そりゃそうだ、そうだ、マジか。それでは、早速ランクマッチの方を始めていきましょう。いくぞ、デュエマースタート。バイクっぽいぞ。あば、サソリスか。サソリスだね。ゴールド4がサソリス使うなよ。サソリスってめっちゃ強い。はい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 。お、重いけど。金のマグマが。重いけどあるぞ。金のマグマ刺さるんじゃない。いや、刺さりますね、これ多分。そうだよな。メガブレードにこれは使わんな。いらないな。いや、大丈夫。これでさ、サザンとかさ、クソ悪くと。いや、さすがにないでしょ。だってロージアとかの資源あるでしょ。え、でも一応あるんじゃない、早い駅とかは。本当にサソリスか。さすがにサソリスか、これは。いや、マジで頼むよ、ここ。バイクじゃねえのか。バイクじゃない。おお、はい、マップ強いな。相手意味不明だろ。ラグマル、はい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 。あ、漁業とラグマルの強い動き。レンタルデッキ探してるだろ、相手。おお、始まってる。始まってる。あ、ここまあ、デスダロストいらないよな。ジャージか。一旦いらないよ。いや、これメガマグマ強いぞ、これ。実はこの相手、はい、未来設計図、はい、なんか、ね、珍しいね。そう、なんでライフ引いてねえんだ、お前。いやね、お茶っぴ、はい、お茶っぴミランダサソリスかな、相手の動き、はい。いや、一番弱い。9分の1。うん、いや、こいつ。いや、まあでもいいよ、カウンターだから。え、でもこいつの枠ってあれでしょ、あのスパーク封じのカードだったでしょ。そうそうそう、それより全然いいよ、うん。いや、これいるよな、これはいるよな、さすがに。でもギョギョラスいらんかね、一旦。うん、いらないか。だってどうせシールド割られるじゃん。これ置くしかないか。そっち置くか。あ、おちゃっぴ、やばい。焼き芝さん、企画に縛られてるかもしれない。やっぱ企画のキーのカードを置いちゃいけないっていう。確かに。いや、でもまあまあ、とりあえず一旦見てみるか。まあプロだしね、うん、そう。俺たち見えてないとか。見えてないやつがある。はい、おちゃっぴ、まあ、見えてたカードが来た、うん、はいはいはい。いや、これあれだね、デスダロスト積もったら激アツよ。おー、いいよ。はいはいはい、はい、マナ置き、こいつはマナに必要だから、そう、マナに置かないといけないから。いや、これさ、でもコッコドコだとさ、メガウンはもう出せないよね。いや、でもここ
自分のも飛ぶから。いやこれえメガモグバって自分のも飛ぶんだっけ。ラグマル置いたな。ラグマル置いたのか。え飛ぶでしょ。メガモグバって自分も飛ぶの。飛ぶやろ。相手がミラム出してくれば、メガマグマ次メガモグバ出せますね。自分飛ぶけどな、これこいつと。こっこどっこ。俺怖いけどね、こっこどっこで出されたら。ね、相手しても負けそうだけどね。いや怯えるけどね、結構。さすがに出してトップデスダロストの受け作って。えだって相手謎にエールブック打ってくる可能性あるぞ。あるある、全然ある気がする。これデスダロストでマジで宇宙か。大宇宙あるぞこれ。デスダロスト本当に宇宙だろ。デスダロスト来たらマジで本当にあるぞこれ。デスダロストしたらこれ終わりすべてある企画。デスダロストやすべて終わるぜこれ。まず1億まずは一緒だぞ。そしたらデスダロスト来たら本当に試合終わる。もう一体出せ。もう一体なんか。もう一体いやー、え来たけど、いやこれマグマ出すのか。マグマ出すかさすがに。えだって別にギョギョラスとかできるもんね。えあそっか、侵略できる。マグマから侵略できるから別によくね。まあまあまあ自分のとこでも、うん、全然いいじゃん。さすがに出すわ。さすがに一回出すか、うん、出すコッコドッコ死んじゃうけどさすがに出しますね。これはえ相手びっくりしているよこれ。何これだってマナにあったらメガブレードじゃんっつってるよ。ギョギョラスに侵略できますと。さあ次ギョギョラスついに出せますね。でマナから出すカードはショートショットぐらいしかないんです。何にもないよで、このタイミングだったらショートショットさ、はい、何の機会にもなってないよね。何にもない。あえてそれが何がいい。おちゃっぴーが出てこない。確かにおちゃっぴー、そうだね。何があるミランダあるか。でもまああれか、流解はしねえか。うん、流解はしないね。はい、え、これ謎に止めてくるとかある。プリンでギュグラスもまだ見えてないよね。見えてないね。いや、それはそうよ、うん、そうだね。通常の人間はこうよ。きついけどな、全然出すカード何がある。きついけどな、まだ何もない。全然クソきつい。全然きついけどな。全然勝ってないもんこれ。はい、はいはいはい。もう一枚マグマ欲しくね。誰ギョギョラス。あ、二体乗れば二体飛ばせて二体出せる、うん。マグマ侵略できます。おお、ケンケン天才。二枚いけんだ。あれこれマナにおちゃっぴいる？マナにおちゃっぴいる。いたはず。あ、じゃあおちゃっぴじゃここのこマナ持ってるか。これオーロラ。え、じゃあ出るやん。出る。怒りのオーロラリーサルとかある。オーロラ。オーロラも、まあ、選択肢広げれるけど、うん、サソリス相手にオーロラ結構とつくるってない。次サソリスでしょ。なんかいやもう打つわ。打った何枚。3枚ぐらいいくわもうこれ。3枚はやばいじゃん。3枚はがっつりいったね、うん、でいやまあ3枚だとでよレイダーかとりあえずレイダーか。すいません、大丈夫です。え、やばっ、いける。マグマから侵略してもやば。新加本漁業からの2点1点。いや、むなしい。はい。よくこれ、いや、いけんじゃないので、どうだ。ベイダー。ベイダーが来て。守り来た。で、強ざま。お、強い強い強い。え、強そうじゃないこれ。で、マグナム出すとこれ、おちゃっぴーが出てこないか。うん、マグナム出すか。いや、マグナムやな。おぉ。どこなんだっけ。どこはどうなんだ。軽減だっけ。これおちゃっぴーダメ。おちゃっぴーケア。おちゃっぴーはもう出ない。でワンドロー。トリガーか。まあ、なんかエルブッカだよね。このタイミングは。え、焼き鳥で企画分かってるこれ。あの2連勝だよ。あの2回負けたあの違うぞ。2回勝てばいいとかじゃない。2回勝った方だぞ。やっぱ相手漁業怖いな。ラグマス。え、漁業怖いよねこれ。そうだよね。まあ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 。まあまあまあ。期待としてはいいんじゃない。まあ一回作戦会議しようか。そうですね。まずちょ一個一個提案、はい、おちゃっぴ骨瓶にしません？一回別に役割的に近くね。あ、こっちのカードを持ってるし、うんうん、なんなら骨瓶は、ね、あ、そういうこと？カードになるから、まあ、とりあえずちょっとデッキの中身が一回デッキ見よう。ギョギョラスを出した後に繋がんなかった感じがする、うん、そうですね。よりなんか攻め手を繋げていきたい。そう、先にベイダーとか置けたら、ね、話変わってきたと思うんですけど。そうかそうか。ベイダー置けたらでもめっちゃ強そうだったよね。やってて一番思ったのは手札マジそうだよね。マジ欲しいなと思った。ほっそい。なんかある入れたいのとりあえず。だからマグナムとかベイダーは普通に出そうだなって感じはしましたけど、うん、そうですね。やっぱ非マグナムだけでいいんじゃないか。無理だよ3枚でマグマ出すなんて。うん、不可能だよ不可能。まあメガマグマを増やせばいいんじゃないの。まあそれはある。まあそうだよ。マグマ強そうだったけど、ね、マグマ強そうだったから別にマグマを増やすかマグマを増やすかの2択よ。けどまあ自分のベイダーを置いていくことを考えたらまあちょっと微妙だなとは思うね。うーん、そうそうそうなんだよね。あとはこれだとニコスのブスもうちょっと欲しくなる。そうだね、ないよ、もうないんですよ。手札置くのはこれしかないですね。 ND のニコスブスとこの2枚しかないから
もうムーンナイフとかでも全然、いやちょっと弱いな、いやハンド欲しい。ムーンナイフはレーダーを蹴るんだったらいいんじゃないかな。レーダー引いてるゲームは良さそうだけど、引けてないゲームが相当だね。ブロンズでいいんじゃない。ブロンズも悪くない気がするけど、うん、そんなに、うん、クリーチャーでブーストを一応先行取った時にジョグラスっていう風だから先発するし、チラス一応チラしとく、やっぱピントを。いきますか、一旦やってみます。じゃあ一回俺行っていいですか。いいんじゃない、これ行こう。それでは準備が整ったようなので行くわ。ちょっと焼きそば屋さんがちょっと頼りないからちょっと見本見せるわ。行くぞ、デュエマスタート。とりあえず俺カードの効果まだよく分かってないから一回見て自分でちょっと覚えていこう。おお悪くないよ。おえめっちゃ良くない。強い強い、手札強い。理想のハンド来たよ。いや先行が良かった。これまあでも悪くない。アイテムデッキはデッサロストが引けたら、あ、何これ、あ、ドラゴン系か、モルトネクトじゃないですか。モルネクだけ入ってる感じ。ホネンビいいぞ、これ最高のホネンビだ。まあ、とりあえずハンズ置いてライフ置いてみたいな感じでいくか。逆転の裏はどうなんだろう、持っといたからそうだけど、さすがにね、うん、それで良さそう、うん、ハンズライフホネンビやな。トリプルマウスが嫌だな。ああ、はいはいはい、そっち系か。とりあえず一旦デザハンズ置いて、これマナリジャスミン逃がした方がいいのか。ホネンビスカンダル、まあね、確かに確かに、はい、キノコ祭りってことは、え、じゃあメンデル、やめて !111 だーだー、もう世の中って恐ろしいな、世間の怖さ。トリプルマウス、そう、今回マイスティンを引いた方がいい。まあ、ジャスミンやらそうだけどな。ジャスミンちょっと使いそう。これもこいつ意味わかんないから置くわ。てかベイダーの方がいらないか今は。これも出すか、骨出すなら。あれ使うで、骨出すならベイダーの方がいらない。あーあー、ちょっと欲しいカードは来なかったな、うん、なんかデスハンド奇跡、まあいいか、これつか、まあ何あるし、そらそう、うん、そらね、そらそう。悪魔ホーリーとか入れる。もうあのさ、踏んだらさ絶対耐えるやついいする。世の中って広いな、耐えて切らず切る。なるね、行くか、とりあえず行くか。ラットさん、とりあえず行くか。で、リストは一回見よう、一回見よう。あ、とりあえずなんか骨火が結構強そうだし、トリプルマウスのせいで負けうるなっていうシーンが意外とあった。例えば一回コッコドッコメタターンあったやん、うん、あれ5マナの時に逆転のオールラウって5ブーストして、うん、4マナコッコドッコで1マナでデスタロスト出るんよ。ああ、うん、はい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 、多分多色が結構罪な可能性があって。コッコドッコでもなんか枚数落としてもそうに見えたな。コッコドッコいらんくない。いや、まあまあ上振れ要素ではあるからっていうか、なんかデスタロストで勝とうとしません。いや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 、デスタロストからギョグラスマンだから。今モルネクを出すためのメンデルソンとかヒノコとか蜜力の話をしてんの、うん、そうかそうかそうか入れてみるよ、キラドキル。キラドキル、革命軍だよ、こいつも。とりあえず1枚はいるよ。え、革命軍、うん、革命軍。侵略できますやん、じゃあ。てか、光と暗色でも強くね、このカード。うん。バロムそれだけですよ。え、もうなんか、聖堂ホルデガンスはもうなんかいらなそう。確かに、さっきの、さっきの状況だったら、これ1枚で帰るもんな。まあ、一回ちょっと俺これでいってみるか。うん、まあ、おのおの好きなやつでいこうぜ。いいよ、好きな公式でいこう。好きなギョギラスで。え、キーカードさ、キーカード変わったけど。キーカード変わってる、変わってる。よーし、行くぞ。初手次第な。とりあえず2分の重要。相手なんだ。お、ギョギラス。え、強くね。ギョギラスじゃない。いや、ブースト。ライフ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 マジでライフでライフで勝つ。相手何？なんだろうね。え、正直なんだろう相手。見てなんかいろいろ入ってましたね。いろいろ入ってた。ライフで勝つ、ライフで勝つ、ライフで勝つ。はいはい。わあ。正道でもいい。くそー。そうだね。まだてかまだ。セロリセロリ。10本出てる、10本出てる。先行だから全然。10本出てるから正道でもいい。え、相手的わかんねえぞ。え、これ、正道でオーロラどこあるやん。いや、だいたいオーロラ埋めるわ。何でもいい、何でもいい、何でもいい。あぁ緑マナ来た。ナイス死んでる。やばいぞ、これギョギラスにまた逃げたまってるぞ、光が。とりあえず特攻埋めじゃね。うん、とりあえず特攻埋めるんだけど、さすがに1でいい。まあまあまあ除去、いや除去、いやー、ピアノから生姜で除去られた時だるいな。そんなわけない、
コチョキュラン。ジャパン。ネタバレしてもよくない？これ色隠してく。ギョギラさんは隠した方がよくね。ギョギラさん何なら使うぐらいあるんじゃない？血の涙流しながら埋めるわ。いや全然オッケーじゃん。いやー取られそう。いや取られない。取るわけじゃない。あれかもね、ブーストして。だってこっちの方がいいんじゃない？ライフとかなかったら。マス入ってそうだな。ドラグメントイノベーションとか入ってるからこれ。何落としたんだ？緑くれ、緑。何落としたかめっちゃ見たい。やばい。うわー、マス。マスの圏内に入ってるからやばい。マス来るか。あ、悪いな、ね、むしろ骨ビー。いや、骨ビー出すだろ、これ、うん、いや、これ、え？ドッグキープじゃね？骨出して、ギョギュラスチャージ、オーロラ。いや、骨出す、ザロスとか。え、ギョギュラスチャージしてさ、骨ビー出して、次オーロラ、ドッグ、デスロスあり。骨出し、次、オーロラ、デスロスできるもん。いや、ギョギュラスは骨ビーで回収するの。あ、なるほどね。このシーンに限っては、ギョギュラスは骨ビーで回収できるから、ありだなってちょっと思ってます。ドッグがはい。あ、でもドッグ拾える。あ、すごいすごい。これどれだ？まあ一応破壊された時に取っとくか、うん、次自然引けばもうそうだね、うん、そう自然引いたらだってオーロラドッグデスロスト侵略できますよ。そうなんだよ。来た。でも始まってんだよ。やりよう。いや、こんなん取るわけないし。どうせえ、ジャパンやろ。ジャパン出せ。ジャパンを出しょうがり、しょうがれ、しょうが来い、しょうが。あ、おお、これ、上緑でいいぞ、これ。しょられんの、これ。上緑でいい。これ、しょられてもいい。いや、全然 OK な、これ。上緑でいい、上緑で。自然引けば、上緑で勝つ。オーロラから全部使う。上緑。うわー、来た。おー、来た、勝った。勝ったえ、これさ、これティアワンだぞ。え、来た。ついに来た。全部割れんのか、さて。全部割れますね。全部割れて、待て、こっこっこ。あ、来た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 。おー、来た。おうわ始まった。来た。で、これで1になる。え、プロか。来た。うわ、これはいい。よし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 。来た。え、これマジ勝ったんじゃない。で、ギョギュラスで。マジだ。ギョギュラス侵略して、短期出るから。で、全部割れるか。そう。え、完璧じゃん。革命ゼロ取りが甘い。来た。よし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 。やばいやばいやばい。来た。これ以上ない、これ以上ない。クロックマジで。これ以上は無理。1枚ならいい。すいません、これ以上は無理です。マナ送って、で短期、短期出して、すいません、これ以上は無理です。よし、おやばい。いけ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 。よし、いけ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 。おっ、な、なに。あそうだよ。嘘だ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 。イノベーション、イノベーション、イノベーション。お願いお願い。再生化とかもあるかもしれない。そうかも。シュレッド。何が起きる？え、関係なくね？関係ない。これデスロストで反応できるから関係ない。コット。ん？キラーザキル出せる？うん。え、手だからだよね。あ、キラーザキル。じゃあもうこれでいいよ。え、デスダロスとキラーザキルでも、で、あ、関係ないかも。関係ない。手札ないから。バイキンとかないもんね。ない。はい、おえ、おで、ギョギラス乗せて乗せちゃおえ、勝った、勝った。これこれギョギラス勝ち、ギョギラス勝ちよ。ギョギラス残ったら勝ってないじゃん。来た。そうか、ちょっと短期出しとこう。勝ってない、勝ってない、勝ったおー来た。このいけ、このいけ、この流れでいける。この流れでいこう。来てえ、骨ビ強いわ。やっぱギョギラスなければガイアール残ってたから、生かしてる、生かしてる。素晴らしい。行こう。さあ、2連勝できるのか。いや、マジ頼むよ。おい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 、悪くない悪くない。めっちゃ強いよ。これでいいよ。全試合これなら勝ってるもん。うわぁ、バイクか。さあ、まあまあいいんじゃないの。ゾンっぽい。
来た、ギョクラス役者は揃った。え、役者は揃ってるね。見えてるじゃないですか、これ動きがあるぞ。でトップギャミでグワッ、やばい、これいけんじゃん、いける、これいけそう、まだ全然ある。でもトリガーってないから決まったら勝ちでしょ。おおお、いいんだ、じゃあその、うんうん、いいんじゃない。ギョクラスは元でしょ、さすがに、うん、企画の趣旨なんだから、うん、デッキの切り札だよ、これ企画の趣旨だよ、デッキの切り札だよ、やめてくださいよ。お、色も悪い、色も埋まってくで、なんか取り合わせてほしいな、でもフラリマス攻めてくんなら。いや、ここパスとかない、相手。いや、これ戦後差がでかいな、パス厚い、マジで。これ謎にさ、相手ショートショットマグナムとかないか。鉄拳3枚置き、鉄拳3枚、鉄拳3枚置き、え、誰、え、え、あ、革命軍、ドギラゴン、ドギラゴン、いや、分かんない、相手もギョグラスかも。ドギラゴンからギョグラス侵略してくるパターンが。え、でもこれ勝てるんじゃない、え、あ、手で勝ったんじゃないこれ。手1でしょ、え、さすがにホレンビー手1、オーラ欲しいか。え、でもゲーム伸びそうだからベイダーの方が強い、もしかして先ベイダーか。待って、何欲しい、え、オーラか、オーラが欲しいからベイダーじゃね、うん、ベイダーか。まあ残ったら強いですね。いやね、これ確定勝ちじゃないよ、キモイか。はい、よし、おし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 、まあまあまあ、いい、まあまあまあ、山2枚掘った、あるあるある、デュアルショット、デュアルショット、怖いな。あー、はい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 、こいつ何するネク、あの、レンドラみたいなやつ、ワルガゲイザーみたいな、うん、あー、なるほどね。え、でもこれオーラヒョットかっちゃね、お、それは別に、それはオッケーか。え、まあまあまあ、縦が向こう減る、ダブルブレイカーって減って、まあ通すか。オーラヒョットまで足りないのか、まだ足りないか。割られたから、あ、まあ、オーラ広いだ。お、え、強い、え、いいよ。え、これデスラスト出ません？出る。出るけど、お、出る。で、革命ゼロではない。え、ちょ、あのドラッケンに殴り返せるって話があって。あ、そうそう、あ、そうですね。そう。殴り返せる。しかもギョグラス。しかもギョグラスになってた。デスラスト、ギョグラス、デュアルショック取り、ホレンビやん。強っ。え？普通にこれ勝ちんじゃない？え、これ、え、とりあえず短期いらんか。え、そうだよな。え、だってこれもだってさ、デスロストからギョギラスになってだもんね、うんうん、え、全然、え、強くね。いや、ほらあるぞ、ほら、ギョギラス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 だ、あるぞこれ。ギョギラスが強いんですよ。だってこれギョギラスは別に何枚やってもいいじゃん、手札何枚やってもいい。で、マナニ、何、ホネンビ、マナニ、ホネンビがいますので、ブロッカーが出ますね、これ。リソース、デュアルショック飛ばしながらでしょ、うん、え、ブロッカー手札来た、はい、で来た、ね、え、勝ちやん、こんなん、勝ちやん、こんなん、え、こっから負けだと俺見たことないもん。で、2枚目のデスタロスト、2枚目、2枚目か、デスタロストでいいな、いいんじゃない、いいんじゃない、いいんじゃない、どこいらんもんな、もう12000。おぉ強い、でかい、すごい、もしかしてパワーか、初心が、え、これ勝ったやん。え、これ絶対普通に、だって相手も鉄拳制裁3枚、そんな鳥がいっぱい入ってないし、相手てか鳥がなくれてない気がする、鉄拳ぐらいじゃない。そうだよね、3枚置いたから。エンド？あ、なんだ？進化クリーン。こんなんだってもうブロックが大きいからさ。うん。打点揃えていけばいいか。うん、ゆっくりでいいよね。とりあえず聖堂からか。確かないんつき。長期戦になりそうだし、ベイダーでいいか。ゆっくりベイダーでいいね。うん、え？まあ、しょうがなくね、これは。そんな関係ない。なんなら次も、鉄拳3で。1点ちゃうかこれ、1点3点とか、え、なんてだってデスタロストで前半しながらいけるわけでしょ、うん、いけそう。でもデスタロスト1万3000だから、えん、うわ、え、短期ある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 、えっと、短期手ねえか、相手2万、相手2万、あ、2万しかないか、相手しかないか、いや、相手のクリーチャー3コスト以上のクリーチャー出るまで待たん、待ちたくね。うわ、2やん、相手別にゆっくりでいくね、ホネンビーとかで、ホネンビーとかデスタロストで、まあ、負け目だって考えて負けないんだったら伸ばしていいと思うけどね、え、負けないでしょ、ドラッケンから変なめくり方されない限りは。え、そうだね、うん、いや、なんかちょっと怖いよな。え、鉄拳制裁って パワーでしょ、ちょっと気持ちいいかな。え、相手パワーフル乗り越えられるの、まあ、ドキラゴンが入ってたら一番ですね。まあ、そうだね、だなんかあのラブドラッチ、うん、あいつがいるからちょっとなんかドキラゴンちょっと匂いするよね。まあそうは、ね、ただ出て今出てきても別に革命の効果全然あれだから、まあ、ですいや、もういけ、勝つわ、勝ちます、勝ちに行く、勝ちます。リーサルかマットレス大丈夫か、さすがに大丈夫でしょ、流星カイザー出ても別に
関係ないもんね。全員いけばいい。おー、おドギラゴン、ドギラゴンある。まあ、いっていいんじゃない、制裁3名。いっていいんじゃない、3名らしい、別に。めくれるかわかんないですね。1万2千3点で。いいか。これ、ギョギョラスから殴るか、さすがに。おめでとう。いや、マジ。あ、強いの。あ、来た。最強な。これは1万3千の方がいいか。最強な戦略的。おー、終わった、勝った、素晴らしい。え、強いやん。よかったな、やっぱこれでお前の次の大会出るって決まったな。俺これで出んの、バトラリーナこれだよ。死んでもごめんだけど。ということで、ギョギョラスを使ったデッキ2連勝、見事達成です。やっ、よし、いやー、すごかった。てか、よかった。いや、マジ強い。普通にさ、ギョギョラスなんだかんだ活躍してなかった。結構、びっくりしてる。ギョギュラスって活躍できるんだな。いやいやいや、それそれはそうです。ギョギュラスからそのマグナム出る動きってちゃんと強いですね、多分ね。びっくりしちゃった。クリーチャートリガーが今強いじゃん、クロックとかホーリーとか、うん、まあ、そこに対してちょうど刺さってるから、うん、なんか環境デッキ相手にも全然ワンチャンあるなっていう印象を受けました。はい、はい。で、まあ、一応この動画なんですけど、あの、うん、まあ、元はといえば、そのやっぱコメント欄で、まあ、よく、うん、あの、なんかデッキ構築系の動画を作ってほしいっていうのがあって、うん、まあ、結構それが発端になってるところもあったんですけど、どうですか、やってみて。ぶっちゃけたら大抵さ、そのやっぱ主軸にしたから使えないで終わるみたいなパターンあるじゃん、うん、これ最初のある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 、ゼロから作るデッキやったら、うん、でも圧倒的にもうギョギョラス様様みたいな話あったじゃん、うん、かなりうまくいったんじゃん。めっちゃ活躍したもんね、うん、あと色もなんか別に闇じゃなくても他の色とかでもできるみたいな、そういうとこある感じするから、うん、そうだ、言ってた、なんか水入れてなんかね、うん、プロメテウスとか入れた形もちょっと試してみても面白そうだね。なんかギョギョラスホネンビーで展開した後さ、次のであのホネンビーの上にデスタロス乗せる動きがなんか普通に強いというか、うん、ね、なんかそう想像だにしなかったコンボもいろいろあって面白かったですね、うん、ということで以上、クズで引いたギョギュラスを軸にデッキを構築して2連勝を背負う企画成功です。ウェイ。というわけで終わりの時間がやってまいりました、このドゥエプレ魂は今後もさまざまな企画に、挑戦していきたいと思います、はい、引き続き俺らにやってほしい企画、コメント欄でお待ちしておりますので、どんどん書いてください。次回は7月末ぐらいの、生配信を予定しております、うん、見逃さないためにもぜひ YouTube チャンネルの登録や、ご視聴のフォローお願いします。お願いします。それでは皆さん、またお会いしましょう。さあ、バイバイ。